単なる自己顕示欲が目的なゾディアックの犯行声明文犯行声明とは、テロ、殺人、傷害事件など、社会に何らかの損害、被害を与える事件を起こした後に、その犯行を行った者が、自らの名称や犯行を起こすに至った理由について、広く周知する形で述べる行動のことである。犯行声明の多くは、匿名、偽名、または、 テロ集団の名を出す形で行われることが多いが、中には実在するテロ集団の名前を語る者もいる。逆に事件を起こした者とは別人が愉快犯目的で、または事件と無関係のテロ団体が G のために虚偽の犯行声明を出す場合もある。このため多くの局面で検証作業が必要になる。犯行声明が本物である場合は、 記述から動機を解明する作業が試みられ、捜査が進展する事件もある。また犯行声明が記されたものに、指紋や筆跡などの犯人の物理的接触や、花粉などの犯行声明を作成したアジトがあると想定される場合、犯人を特定する物証としても重視されることもある。現実世界では、未解決事件における、正体不明の犯罪者に対して、 犯行予告で自称した名前から犯人名を取ることがある。北アイルランド問題におけるアイルランド共和軍の犯行声明の場合は一般に公表されていない特定の言葉が含まれ、また特定の放送局のみに送付されることから本物の犯行声明であると認定され続けてきた。単なる自己顕示欲が目的なものから社会的な問題を提起したいがための行動、また テロ集団としての自分たちの名を売るための行為、わざと本来の動機とは異なる動機を表明して、捜査を混乱させ、事故を迎えやすくするなど、動機は様々である。いずれにしても、多くの大衆が犯罪者あるいは、犯罪集団を恐れることになることだけは確かである。多くの場合、手紙、はがき、あるいは音声や映像の入った記録媒体を、マスメディアに送りつける。 それ以外では犯行現場に犯行声明を記した手紙や記録媒体を置く手法も使われる。近年ではインターネットの動画投稿サイトなどに自分たちの声明を送りつけることもある。ありがとうございます。